はい今日はありがとうございます。ありがとうございます。剣持秀文と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、まあ、その2曲について改めてお伺いするっていう感じなんですね。そうですね、はい。じゃあ剣持さんはオファーを受けた時っていうのはもう杉本さんから今こういうグループがこういう方向になってるからこういう曲をお願いできますかみたいな流れになったんですか。うんうん、そうですね、うん、僕も、まあ、最初からそのバーテンショット大地さんのスカとか、うんうんうん、まあ、ロックテイストの曲をやられていた時のイメージがずっとあって、うんうんうん、で今バッテン少女隊さんで一曲お願いしますって言われた時に、あ、分かりました、じゃ あの元気のいい感じのみんなで乗れてライブで盛り上がる感じの曲ですねって思ったら、うん、いや実は今こうやってオイサっていう曲がすごいバズってまして、はい、でそのミュージックビデオとかを見せていただいて、うん、あ、なるほどって思って後にそのわたこいのデモ曲を聴かせていただいて、うん、そうなんですね、途中まだ制作途中、うんうん、そうですね、まだ世に出る前で作ってた時のその2曲の流れを聴いて、うん、これめちゃくちゃ新しいことをこれからバッテンショルタイさんでやろうとしてるんだなっていうのを受けて、でなんかその新しいここにつながる次の曲をお願いしたいというふうにおっしゃっていただいて、でできたのが良い未来だったんですよね。なんかその流れを受けて作る際にどういうとこから着手するのかなと思っていて、メロディーとかコード進行とか音色であったり、あるいは リズムとか、まあ、そもそも論になっちゃうかもしれないですけど、木本さんがどっから音楽作るのかなみたいな、はい、まあ、今回の良い未来とか探し物に限らず、うん、だいたい今ビートから、まあ、敷いていって、うん、まあ、どれぐらいの速さになるのか、どれぐらいのノリになるのかみたいなところをざっくり決めてから、うん、そこに何の乗せていくかとか、うん、まあ、コード進行とか考えたりっていうところから入るって感じですね。例えば余韻とかその寂しさみたいなところだったらテンポこんな速くないよなとか、うん、そういう感じですか。そうですね、うん、最初は本当にもっと楽しいお祭りみたいなイメージだったんですけど、うんうん、歌詞もなんか一回お渡ししたらちょっと子供っぽすぎるって言って、うん、あ、そうですね、そうですね、ちょっと大人っぽい感じのダンスミュージックにしようと思って、まあ、その BPM もちょっとゆっくりめに、うん、したりとか、うん、音色もなんかもうギラギラの EDM っていうんじゃなくて少しこの丸い感じの跳ねるような感じの音色使ったりとかして、ちょっとずつ、まあ、このグラデーションを調整していくっていう感じでしたね。例えばその最初の良い未来のバースのところの一つ二つ三つ目の合図、あそこら辺のメロディって最初全部この三味線っぽい音でペン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 ってメロディーなぞるような形の音が入ってたんですけど、ミックスの時に杉本さんが一回これ全部消してもらえますかって言って、でもう本当に完全なこもったビートともう声だけが乗るっていう、なんかストイックなバースになったんですよね。でそれが結果的にすごいさっき声の生々しさって南波さんがおっしゃっていたみたいな効果を生んで、うん、結果的に僕もすごいそれが良かったなと思っていて、うん、よかったです。もうあれやった時に、うん、もう賭けでライブとかで流すとやっぱりすごいスカッと音が抜けるんで、もう、うん、かっこよさを取るかなんか踊りやすさを取るかとかすごい悩んだんですけど、うん、でもやっぱりそういうもう思い切ったことがないとな、うん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 、思って、てかびっくりなのが、はい、ミックスの段階でそういうことがあるんですね。そうですね、ありましたね。すごくないですか。だってミックスって遅いですよ、ね、ミックスって全部が決まった後に確かにバランスを取るための作業じゃないですか、最終的な。あ、まあ、そう、そうですね、そこで要は、まあ、アレンジ
まあそうですね、急にダブミックスみたいな感じですギターってしましょう、抜くっていう存在を消すっていう、そのメロディーをなぞるなんかまあ楽器みたいなのを入れるのってまあ、うん、アイドル楽曲の中では結構お約束的なところもあったりして、うん、まあ実際にこのライブとかで歌うときにも歌いやすくなるし、 そうです、それ自体がカラオケのガイドじゃないけど、うん、僕もなりますもんね、うん、とかなんかまあ声が太く聞こえるとか、うん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 、いろんなのあるんですけど、逆にそれがないことによって急にこの生々しさとか、なんかまあその声のいいところとかが見えてきて、あれはまあ言われて確かになるほどこれない方がいいかもしれないですね、うん、でやり取りさせてもらった。まあ、探し物に関してはなんかもっとまた次のネクストステージ、すごい曲ですよね、うん、あの曲に関してはなんか設定がこれこれこういう感じだったら面白いと思うんですよね、うん、ちょっとね それありすそうそう変にありすぎて、うん、ネタを振っていただいたのがあって、うん、でまあその一つが、まあ、宵宮の時は、はい、あの祭りの中の晴れと毛で言うと毛の方、うんうんうん、まあ、ちょっとこのはんなりした感じの方だったんで、うん、今度アッパーな晴れの祭りの方をお願いしますって分かりました、うん、でその九歳っていう、まあ、九州の一つ一つの県にフォーカスを当てた曲にしたいんで、うん、っておっしゃっていただいて、で僕が佐賀の曲をお願いします、分かりました佐賀ですねって言って、うん、でなんかいろんな名物とかを2人で話をして、うん、やっぱそのバルーンフェスティバルがもう佐賀といったらめちゃくちゃ有名なんで、うんうん、あいいですね、でそこから急に話が飛んで、はい、やっぱバルーンといったらトルコなんで、うん、トルコってなって、うん、急に、ね、うん、佐賀からトルコに、うんうん、ってなって、うん、トルコのクラブミュージックで曲を作りましょうって言われて、あそうなんだ、トルコのクラブミュージックで僕も全然それ想像つかなくて、はい、で、このお題難しいので、はい、なんか近い感じの、うんうん、あの民族音楽で、うん、まあ、あのケルトの音楽でちょっと近そうなんで、はい、そっち で歌詞の内容はその佐賀のバルーンフェスティバルの内容でちょっとやってみてもいいですかっていうので、あの曲になった。そうだったんですね。結果的にグローバルミュージック。そうです、そのバルーンからもうトルコ行ってでアイルランド行ってみたいな。そう、そんな連想ゲームみたいな感じだったんですね。LCC のあの生き方みたいな感じになってるんですけど。トランジットトランジットで行ってからの。そうですね、でも僕も全然知らないその音楽のジャンルだったんで、うん、なんか傾向をつかんだんですけど、はい、やっぱなんかその現地の音階とかあるじゃないですか、うん、なんか節回しとか、うん、やっぱりそういうのとかがもう再現するのがかなり難しくって、うん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 、そうですね、でもそうですよ、うん、その音楽を私も聞いて、うん、もうケンモチさんをすっごい悩ませてしまったなって反省してでその後もうすっごい速さで、はい、それもう大丈夫ですって言って、うんうん、あの別のケンモチさんの気にしないでください、はい、ワールドミュージック別の方向性もありだと思いますのでって言って、言ってもう結構 2,3 日後ぐらいにすぐあのケルティックな音楽が出てきて、もうめちゃくちゃ良くて、うん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 、爆上がりして一人で聴いてとはいえその縛りがあるわけじゃないですか、まあ、その和楽器とかもそうですし、だからそのケルトっぽいものだけど結局そういうのも入れるっていうお題もあるわけですよね、はいはい、もうやっぱりいやむちゃくちゃなこと言うなみたいな、そうですね、結局でもなんか、うん、そうか、探し物は和楽器は入れ、あれは途中でちょっとまあ琴の音とか入ってますよね、入ったりしてるんですけど、まあ宵宮の時ほどなんかそこでなんか和楽器哀愁みたいなのは今入れなくてもいいかなと思って、割とまあフィドルとかのガッチャガッチャした音とか、この頭からパン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 って持ってくみたいなのとかがあったんで、まあそこはちょっとエッセンス的にちょっと入れたりするっていうぐらいでしたかね。あと僕はあの歌メロ
が本当にすごいなと思って、あの同じ音符続きまくるみたいな、あの A メロもサビもそうですけど、もうケンブさんバグったのかなと思いました最初そうですね、ワンノートサンバ張りにずっと同じ音符でいくからてん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 って、すごいなと思いました。もうあれはどうしてできたの？なんかみんなあの歌も打楽器みたいにするのが面白いなと思ってて、サビがまあてっ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 ていうまあリズムで作ってて、そのリズムでいきたいって思ってたんですけど、あまりにもリズミカルすぎて歌詞が途中でハマんなくなっちゃって、でああいうなんかオノマトペみたいなのを連呼するっていう歌詞に最終的に行き着いたっていう、てっ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 てやっぱりリズムが、あれ歌取りの時むちゃくちゃ苦労しましたけど確かに、まあ、もちろん、ね、もちろんあの、なんていうんですか、エディットっていうかはしているんですけど、まあ、そこは包み隠さず言うというか、むしろエディットする面白さってあると思う、そう、めちゃくちゃ大変でした。そうですよね、それでああいうパーカッシブな曲になって、まあ、前半の方いつもと違う、何々愛にみたいなのとかは割とまあラップの延長上で作っていて、まあ、それにちょっとメロディーがついてるぐらいな感じでしたかね。あとあとそのなんて言ったらいいですかね、まあ、そこがサビだとしてもやっぱりドロップらしきものがあって、かっこいいですよね。探しに行こうの後がむしろ本番ぐらいの感じになってますよね。そうですね、あそこはやっぱダンスしてほしいっていう感じ。そうですね、なんかダンスミュージックの楽しいところとか、まあ宵宮で違った面のダンスミュージックが表現できたので、それとちょっとなんか全く違う感じの、このドロップでなんかグッて沈むんじゃなくて、ドロップでバッて上がるっていう方をなんか表現として入れてみたっていう感じですね。だから僕はあそこをイメージとしては、もしかしたら感想なのかもしれないですけど、絶対ここサビだろうと思ってて、そうですね、確かに感想がサビというか、そこに向かってみんなが行ってる感じはありますよね。どう考えてもね、そのドラムロールとかも、そこに向かってどんどん盛り上げていってるから、ドゥルドゥルドゥルっつって、そうそう、面白い曲だな、本当変わった曲だなとか思いましたね。でもやっぱあれはその、まあ、歌ってくださる皆さんとか踊りとか、あとまあ感想に入ってから、皆さんまだもう一回行きますよいいですかみたいな感じのこの振りが入ったりとか、やっぱああいうものがあって初めてなんか耳も目も保管されて、全部がこの間が持つというか、間が持つって言い方ちょっとあれですけどいやでもね、そうですよね、ダンスが入ったことでもまたグッとあの曲のおかしさっていうのは、そうですね、そうですね、あのリフォルメされたかなっていうのはあって、気球の動きからその最終的にサビではムエタイになってる、だからイギリスを経由してもムエタイにも行っちゃってて、すごいんですよあの曲。そうですね、アイドルさんによってはその歌のない部分どうしようもないんで、なんかドロップみたいなのあんま作ないでくださいっていう、ありますよね、はい、そういうオーダーも本当によくあって、でも逆にそれを杉本さんとかもうバッテ仲裁の皆さんはもう許容していただいているというか、むしろ欲しいという、はい、宵宮の時もそういえばありましたね、あの宵宮パートって、宵って言ってお願いするパートなんですけど、あそこはあえて空白にしてて、まあ、前の、ね、インタビューとかでも答えていただいてたんですけど、あそこになんかウイロウリのなんかラップみたいなとか入れたいなとかいろいろ和のラップみたいな入れられないかなとか考えたけど、もう締め切りが迫ってるのになかなかもういい案が私たちも思い浮かばなくて、でもなんかすっきり音だけで聞いてみてもやっぱかっこいいから、これ何かダンスで見せれるんじゃないかと思って、でまあエアマンさんとの取り組みもあったんで、そうするとそこがなんかあのライブに来てる皆さんでこう柏で打ってお願いするようなパートになったっていう、
なんかまたそういう遊びもできてですね。そうか、そうですよね、はい、その運営側というかライブ前提で考えるとやっぱりその歌ってない時間何するか問題ってすごい大きいと思うんですけど、 そうなんですよね、そこを割とそのエアマンさんとか皆さんは何だろう、うんうん、受け入れるというか、むしろその余白をどう楽しむかみたいな、で多分そのおそらくアイドル、純然たるアイドルというかさんはもうそこで思いっきりお客さんとコール&レスポンスだったりとか盛り上がる時間を作ると思うんですけど、 MC みたいなことをパッと挟んだりとか、まあそれも結構いろんな方がやってるので、あえて楽しむ感想パートみたいなのを作れないかなって思う。そうなんです。だからまあ多分その宵宮をヤマンさんとそのパートをやったこともあって、うん、その探し物ではあそこをじゃあちょっとムエタイの動きで思いっきり発散する、うん、もう体力むちゃくちゃ消耗するパートみたいな提案してくださってすごいなと思って、みんな寄ってたかっても、ね、バッテン症状態で遊んでるなっていう感じでございました。振り付けのこととかって、うん、これ曲作る側の方っていうのはどのくらい想定されるんですかね。作るときって考えない？そうですね、想定あんまりしてないかもしれないですね。でも逆に言ったらその作り終わった後はもう僕もどんな振り付けがつくのかとか、どんなミュージックビデオが作られるのかみたいなのをもうなんか楽しみに待ってるっていう感じなので、うん、もういろんなクリエイターさんとかいろんな人のなんかそのイメージとか、うん、なんかノリが組み合わさっていって一つの作品になるっていう、まあ、音楽もだから本当にその中の一つの一部でしかなくて、うん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 、そういったなんか発想の飛躍みたいなとか自分一人じゃ絶対できないので、うんうんうん、どん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 積み上がっていくのを見ながら楽しんでるっていう感じですね、うんうんうん。あれですよね、あのミュージックビデオとか見るとちょっとその島の伝説の妖怪みたいな、うん、なんか見てはいけないものそんなイメージありますよね、はい、ちょっとね、はい、あとあれですよね、やっぱ杉本さんがいるからいろいろちょっとチャレンジしなきゃいけないみたいな、しなきゃいけないって言い方あれですけどチャレンジしてもいいのかなみたいな。そうですね、まあ、ある程度この枠組みというか、うん、お題を与えられないと、あもう完全にもう自由に作ってくださいって言われると逆にちょっと困っちゃう、うん、そうですよね、その作家として の、うん、あの生き方がちょっと染みついちゃってるんで、うん、なんかお題くださいって逆にフリーダムはちょっと困っちゃうんでそうか、その上でトンチを聞かせるとかができるわけで、なんか制約をいただいた方がやりやすいっていうのがあるので、うんうんうん、もうそれがすごいもう面白い設定をいつも与えていただいてるんで、いやもう剣持さんに頼むんだったら面白いお題用意しないとって感じではそこはありありますけどね、はい、やらせてもらってるんで、うん、というわけでですね、本当にいろんな制作秘話を教えていただいてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました。あのこれからもまたバッテンに曲を書いていただけますか。いいと思います。これみんなやれ。これやっちゃうとね、これやっちゃうとみんなこうなる可能性がありますけど。ですね。はい。はい。でもで、ね、あの本当にまた今後の展開も楽しみにしてます。楽しみです。よろしくお願いいたします。いやいや、こちらこそなんかね、また新しい、はい、いろんななんか設定をいただいて、はい、チャレンジング、無茶ぶりを、無茶ぶりを考えるの楽しみです。はい、いただければと思うので、はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。剣持秀文さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。